エスタディオサンティアゴベルナベウは、スペインのマドリードにある、サッカー専用スタジアムで、リーガエスパニョーラに所属するレアルマドリードの、ホームスタジアム。会場は1947年12月14日。収容人数8万1044人。マドリード地下鉄15000には、サンティアゴベルナベウ駅があり、スタジアムに行く際はこの駅で下車をすると良い。駅は、 ビジネス街の中心に位置している。スペイン内戦によってエスタディオ・チャマルティンが崩壊。1947年12月14日にスタジアムはヌエボエスタディオ・チャマルティンとして新しく生まれ変わり CF ・ベルネンセスと記念試合を行った。1947年12月28日のアスレティック・ビルバオ戦でチス・アロンソが公式戦初得点を挙げた。 そして1955年1月4日、1943年から1978年まで、レアルマドリードの会長を務めクラブの黄金期を築き上げた、当時の会長サンティアゴベルナベウにちなんで改名された。この新スタジアム建設計画を推し進めたのも彼であった。建設当初は27,645人分の シートに47,500人が立ち見可能なスタジアムであった。その後1953年の拡張工事により一時は12万人を収容していたが UEFA 主催大会での立ち見席禁止などの規定により収容人数が減少した。1982年スペインワールドカップの決勝戦でも使用された。また UEFA が定めた5つ星スタジアムのうちの一つで 1956から57、1968から69、1979から80シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの決勝会場になった。また、2009から10シーズンの決勝会場でもある。特に2シーズン目を迎えたチャンピオンズカップ1956から1957シーズンはレアルマドリードが決勝に進出し、 ホームの観客の前で優勝を飾った。1992年から約2年をかけて、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウの回収を行い、この回収費用は50億ペセタを超えた。2007年2月5日に、レアル・マドリードの、このスタジアムにおけるホームでのリーグ戦、通算戦試合が行われたが、0から1でレバンテに敗れた。2012年、 エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウの全面改装計画が発表され、2014年1月31日に会長のフロレンティーノ・ペレスより最終案が発表され、収容人数に変更はないが、アリーナ型スタジアムへの転換に、全天候型の開閉式屋根の設置、360度巨大スクリーンの設置、外壁のプロジェクションマッピング投影、さらにスタジアム内及び、 併設ホテルの周辺地区再編が柱となっていた。しかし2015年2月10日、保有していた土地のマドリード市への売却をめぐって、係争となり、マドリード高等裁判所は、レアルマドリード側に、計画の中止を命じた。マドリード市との交渉の末、2016年10月11日、ペレスが CEO を務める ACS 社が関与しない、ことなどを条件に、 スタジアム改装及び周辺地区再編計画に改めて合意改装計画が再始動した。しかし今度は出資を予定していた UAE の石油投資会社アイピックが撤退したことでレアルマドリードは改装費5億7500万ユーロの債務を抱える決定をし2018年9月の総会にて承認された。シーズン終了後の二千十九年六月から 着工、改装中も引き続き試合で使用していたが、2020年の新型コロナウイルスの世界的拡大によって3月に工事が一時中断した。4月より工事は再開したが、リーガエスパニョーラは3月から3ヶ月の中断期間を経て、無観客試合となったため、レアルマドリードは改装工事に専念するため、カスティージャのホームスタジアムである。 エスタディオン・アルフレッド・ディステファノを使用することになった。春工時期は2022年夏以降を予定していたが、前述の理由により早まる可能性も報じられている。スタジアムのパノラマ、ありがとうございます。